成田昌司、小野武彦、宍戸海が不適切にも程がある。最終回で謎の男として登場。成田昌司、小野武彦、宍戸海が TBS 系連続ドラマ不適切にも程がある。金曜午後10時の3月29日放送。最終回にゲスト出演することが発表された。阿部サダヲが主演を務める不適切にも程がある。では、主人公、小川一郎、阿部が、ひょんなことから1986年から2024年の現代へタイムスリップし、令和では、不適切なコンプライアンス度外視の発言を炸裂。コンプラで縛られた令和の人々に考えるきっかけを与えていく。脚本を工藤官九郎が手掛ける意識低い系タイムスリップコメディだ。一郎がタイムスリップした令和で出会うシングルマザー犬島渚を中連者アイドルに心酔する。あまりその身なり言動を全て完コピする男ムックス先輩こと86年に生きる秋津僕によると、令和に生きるその息子正彦を磯村隼人、86年に息子と共にタイムスリップする令和の社会学者高坂栄を吉田羊が演じる。一郎が男で一つで育てる17歳の一人娘純子に、河合由美、栄の息子清に、坂本愛藤が扮している。成田は88年にデビューし、93年に活動休止するも、一昨年に1年の期間限定で活動再開して大きな反響を呼んだ4人組ロックバンド男組の元メンバー。現在は、ラカンソーシャルクラブ、成田トーマス・シンプソンのリードボーカルとして活躍している。前回のドラマ出演は、93年放送のお茶の間、日本テレビ系以来、実に31年ぶりのドラマ出演となる。そんな成田が演じるのは、タイムマシンに関わる謎の男だ。恐縮なんですが、こんな大ヒットドラマに自分が出演させていただけることになり、一生の宝になりました。最初にオファーを聞いた時は、岡本健一とか高橋和也とか前田光陽じゃなくて、なんで僕なのかなと思いましたが、素晴らしいドラマのオファーをいただけてすごく光栄ですと、男組のメンバーの名前を挙げつつ恐縮しながら、僕が演じる役柄はまだ詳しく言えないんですけど、このドラマには絶対に欠かせないタイムマシンに関わっている役柄ですと演じるキャラクターについて説明。31年ぶりのドラマ出演については、時代が変わったのを実感してびっくりしました。緑山スタジオでは僕が最後に出演したお茶の間というドラマも撮影していたので、懐かしさと新鮮な気持ちが入り乱れた撮影だったと振り返り、撮影はライブ以上に緊張しました。かっこ笑い。座りのシーンの撮影では足の震えが止まらなくてびっくりしました。左足がガクガク震えちゃって、こんなの初めてです。かっこ笑い。ドラマの緊張感とライブの緊張感は全然違いますね。オファーをいただいてからずっと緊張していたんですが、一度引き受けたからには徹底的に妥協しないでやりたいという意識はあったので、素晴らしい共演者の皆さんに囲まれて、なんとか無事に撮影を終えることができましたと充実した撮影となったことを報告。またドラマは1話から見させていただいていて、本当に僕の青春ど真ん中の昭和の時代から今の令和にタイムスリップしてという話なので、毎週ドラマを見るのが楽しみでしょうがなかったです。僕はリアルタイムであの時代を過ごしているので、ムッチ先輩の気持ちがすごくわかるんですよね。かっこあら。僕も本当に憧れていたので、
きな人を応援する形は昭和と令和で変わっていますけど、そこにある愛情とか人情っていうのはいつの時代も変わらないなっていうのをこのドラマを見て感じますと、作品のファンであることを明かし、最終回は1話から続く人間関係の面白さ、過去と未来での人と人とのつながりも描かれているので、そこを見逃さないでいただけたらと思いますとアピールしている。さらに小野とシシドも最終回のキーパーソンとなり謎の男として登場。工藤脚本作品への出演は本作と同じく阿部が主演を務めた映画謝罪の王様以来約11年ぶりとなる小野は、撮影現場に入ると阿部と固い握手を交わし、いつも楽しく拝見していますと称賛。一方、工藤作品への出演は初めてとなるシシドは、演じる役と本人の性格も相まって撮影現場でムードメーカーだったとのこと。終始現場を和ませ、撮影後には無口な僕のために阿部さんたちが優しく迎えてくれた現場でしたと冗談交じりの感想を語っている。小野、成田、シシドラゲストが演じる謎の男たちがどのように物語に関わってくるのか、予測不能な最終回に注目だ。本日3月22日放送第9話では、社内報のインタビューを受けた渚の記事を読んだ後輩杉山博美、丸いワンが渚の発言は自分に対するアウティングかつマタハラだと一郎の元に相談にやってくる。アキツも交え、一郎から話を聞いた渚は特定の誰かについて話したわけではないとショックを受ける。しかし杉山の気持ちは収まらない。そんな中、アキツは社内モニターとして登録しているマッチングアプリでマッチした証券会社勤務の矢野京子、森谷玲奈と待ち合わせをするため、一郎と共に喫茶店スキャンダルへ。するとそこには昭和にいるはずの栄のちょっと綺麗になった姿があった。